東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？セレッソ大阪が今季9試合目で初黒星を喫し、首位からも陥落した。敵地で北海道コンサドーレ札幌と対戦し、0-1の冷風負け。今季初の無得点に終わり、勝ち点20のまま町田に並ばれると得失点差で抜かれ、首位の座も明け渡した。大阪は前半17分、ミッドフィルダーソウザの直接フリーキックが壁に当たったこぼれ球をディフェンダー松田陸がペナルティーエリア外から狙うがクロスバーの上へ。札幌も同28分、ディフェンダー福森明人の左コーナーキックにディフェンダー増川貴弘が頭で合わせたが、ゴールキーパーキム・ジンヒョンの正面だった。スコアレスで折り返した後半立ち上がりは大阪がチャンスを作り出すが、ホームの札幌も粘り強く耐える。後半12分にはミッドフィルダージュリーニョの左クロスからフォワード徳良健が打点の高いヘディングシュート。しかしこれはゴール上に外れ、同17分、福森の直接フリーキックはゴール前でフォワード柿谷を一郎にクリアされた。0-0の拮抗した試合展開の中、札幌は後半33分にミッドフィルダー稲本潤一を投入すると、その4分後だった。ジュリーニョのサイドチェンジを受けたフォワード内村義弘が右サイドからドリブルで中に持ち込み、ゴール前にスルーパス。ペナルティーエリア内に走り込んだ稲本が倒れ込みながら右足でゴール左隅に流し込み、値千金の先制点を奪った。昨季札幌に完全移籍で加入した稲本にとっては移籍2年目で待望の初ゴール。2万1640人の観衆の前でチームをホーム3連勝に導く決勝点を決め、皆さん知っているかわからないですけど、2002年に2点ほどゴールを取ったんですが、あのゴールを思い出しましたと、02年日韓ワールド杯の記憶が蘇ったようだった。ホームでは今季4戦負けなし3勝1分けとなり、首位に立った町田とは勝ち点3差。試合後のヒーローインタビューでは、ホームでこれだけのお客さんの前で負けるわけにはいかない、上との差もそうだけど毎試合ごと試合勝ち続けるだけですと力強く話していた。